ですよね。まだまだだよ。まだだよ。来るよ。まだ？どういう感じで行くの？普通に行く。来るよ来るよ。始まるよ。発生しよう。ラン。ラン。イエーイ。ドキュメントオブハンサムライブ2012最終回。ありがとうございます。 YouTube の方でねドキュメントをやってきまして、はい、今回最終回ということで、はい、こちら生放送スペシャル回となっております。やっべーやっべー、ありがとうございます。まあ安定の MC 風間裕次郎です。よろしくお願いします。さあそれではね、みんな一言ずつもらっていきたいところなんですが、実は今日吉村拓也と吉沢亮も参加する予定だったんですけど、ちょっと仕事の都合上今ちょっと来れなくなってしまったので、ね、しょうがないよ。その代わりに来ました、水田コキ。ありがとう、ありがとう、ちょっとありがとうございます。一言お願いしますよ。帰ってきましたよ、今日帰ってきました。朝ね、はい、何を書いてきたの？ちんちゃ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 ペゴパーペゴパー知ってる、なんでペゴパーペゴパーペゴパー何やそれ、よくわかる。サムギョプサル、サムギョプサル、おいしいねー、おいしい、おいしい、キムチ、キムチ、おいしい。まあドキュメントの方で、はい、コウキが、はい、韓国でも練習してる映像はね、なぜか魚眼レンズみたいな感じでちょっとそうそうそう、ちょっと丸みを帯びた映像で練習してる、はい、足が短いみたいになってますけど、どうでしたか？取り上げてもらってね、まあ、一人でも頑張ってきました。すごいよね。いやでも、まあ、みんな忙しいですから、そうなんですね、誰がみんな忙しいから、そんな俺だけっていうのはね、全然忙しくない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 。じゃあそんなとこそれぞれが大変、そんなとこもちょっと一言挨拶お願いしますよ。皆さんこんばんは、柳沢孝子です。いや、うぅ、いや、いや、いや、ひげ、おごった、ひげ、まあ今日はね、1時間ですか、今日今日1時間です。伸びたヒゲ、なんかいろんな食べたり飲んだりとかしながら見てください。年末、なんだそれ、年末の柳沢お父さんみたいな、そうだね、今の向こうで食べたり飲んだりしながら、そうだね、そうですね。じゃあちょっとこちら戻って、総一も挨拶お願いします。はい、平間総一です。今日よろしくお願いします。お願いします。ちゃん、そうちゃん、そしてこちら上に行きまして、伊塚健太です。健ちゃん収まってます。収まってます。収まってます。お願いします。収まってます。そしたらじゃあ、奥行きまして、はい、きなりから。はい、平野きなりです。よろしくお願いします。きなちゃん。そして今回初登場。小関。はい、小関裕太です。よろしくお願いします。かわいいな。かわいいな。なんて呼べばいいの？なんてちゃん。なんて呼べばいいの？ゆうくん。ちゃんた。なんて呼べばいいの？バカ野郎。じゃあ、やっぱり、ゆうたで。ゆうた。おー、はい、ありがとうございます。ゆうた、よろしく。はい、お願いします。よろしく。ゆうくん。そして、お隣、たくちゃん。たっくんって呼んでください。たっくん。たっくん。たっくん。よろしくお願いします。お願いします。そして、冗談。きみと。やっほー。冗談。キミト、キミトです。よろしくお願いします。何気づく。そして隣が、青柳さんです。はい、青柳です。よろしくお願いいたします。青柳ーーーーー、以上のメンバーでね、今日お願いします。危ない危ない、俺忘れてるよ。こんなキャラでやってねえよ。怖い怖い怖い。夏島翔太です。夏島です。お願いします。お願いします。まあ今日は1時間しかないんですけどもね、皆さん短い時間ですが、はい、最後まで楽しんでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。元気で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 。これ知ってんだけど、これ1時間持たないやつ。ルイトの1時間持たないやつ。よく知ってるやつこれ。よく知ってる、うん、まあ今日は稽古終わりということで、まだねここにないメンバーも、実はまだ稽古してるメンバーもいるので、ね、もしかしたら間に合えば参加するんじゃないかなと思っておりますので、まさかもう逃さずに。もう入んないよ画面。入んないよ。確かに。入んないけど。確かに。大丈夫。引くから引くから、そしたら。大丈夫だよ。引いたら映ってくれ。映っちゃうやろ。いや、やめろよ。本当に。ね。本当、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。見てください。というわけで、まさに僕ら最後の
リハーサル今日終えたわけじゃないですか、はいはい、まだパシフィコ横浜に行ってやることあるんだけど、うん、もう万全の状態でね今回できたということで、うん、最新のリハーサル映像の方は何もうこれはもうここでしか見れない、うん、生放送でこれでしか見れないぐらいの映像ですのでぜひ見ていただきたいと思います。それではみんな VTR どうぞ。本当にコメント もうみんな高まりすぎてる。嘘マジで。すごいすごい。クオリティ高いとか。たたたたたたたけるさやばばばばばばとにかくコメントしたくて連打してるって状況なのとにかく伝えたくてもう連打してるって状況なのかもしれない。連打してください。いや本当マジやばいみたいな人もいるし、うん、いやねえ、だ後期のダンスいいわ。後期ダンスいいわ。カルタケかっこよすぎて涙が。本当に？マジで。やっぱみんなね、
僕らも楽しんでる以上に、うん、皆さんもこの画面の向こうで楽しみにしてるということなんで、まあ、ちょっと稽古場のなんかトーク的なものをみんなで、うん、まあ、言っても今回初ね、ゆうたがいて、はい、もう、みんなとの関係とかね、どうなの、やっぱ実際こう、あ、上拓さん怖いなみたいななんか指いっぱいついてんなみたいな、そなんか、あれで人殴るのかなみたいな指なんかどう、なんかいろんなイメージとかありますか。あのですね、うん、もちろん稽古場も楽しいんですけど、うん、稽古場の外に出てこうみんなでこうハッサムライブこうだねとか、うん、ここをこうしていこうねとかっていうのも含めて全部もうものすごい楽しいんですよね。あ、なんかいつも楽しそうにしてるもんね、ゆうたは。楽しいです、ね、はい、なんでもう本番も楽しみです。あ、めちゃくちゃ楽しいです。あ、いいなぁ、ね、ちょっときなりはどう、ね、はい、それを踏まえてどう、きなりは。いや、僕はちょっと今回遅れて入ってるじゃないですか。あ、そうだね、俺とルイトときなりは舞台やってたから、うん、なんで遅れて入ったの。え最年長。最年長。今言ってます。どんな当時だよ。だからなんかちょっと空気が生これ。ケンちゃんごめんね、なんか。え、ごめんね、なんか。あ、全然いいよ、きなりどうぞ。プレステージにはちょっと厳しくいこうかな。ちょっとどう。え、実際もう遅れて入ってぶっちゃけ焦ったじゃん。焦りました、めちゃくちゃ焦りましたね。実は舞台の本番中もみんなのリハーサル映像見たり、うん、あの昼間参加したりして、うん、ぶっちゃけやべえなっつってね、やばいって。えみたいな、焦ったね。あれ本当に焦った。いやでもさ、翔太とかじゃない、一番焦ったの。そうでもない。だってさ、途中で合流してきてさ、もう韓国行ってた後期とか完璧だったもん、戻ってきたら。後期くんもすごすぎる。このプレステージじゃなくて舞台チームもね、もう戻ってきたら全然バシバシやってて、相当焦ったでしょ。俺途中から来ましたっけ。そうか、ちげえよ、ちげえよ、違うよ。いた、そうそう、元からいたけどさ、こんな噛み合わせ悪いことあるんだ。トークの噛み合わせ集中1000回ユーストリーム集中1000回集中怖い誰？集中して。いつもこんな顔してるから。この顔でね、ディスザタイム言われてもね。そうだよ。見てユータ。見てユータね。一番いいんだから。ああ、もうやった。いいね。似てる。だからそういうコーナーじゃないんだ。そういうことじゃない。そういうコーナーじゃないんだ。この画用紙いつ使うのかなと思って。もうちょっと待って。まだ。待って待って。隠しとかんかい、それ。すいません、すいませんでした。集中。はい、集中。集中。ね。まあなんか今回リハーサルやって。何。ゆうた、追いかきタイムじゃないんだ、ゆうた。ゆうた。なんて書いて、もういいよ。集中。いや、そういうのいいよ。これ別に落書き帳みんなに渡したわけじゃないんだ。ではないね、ごめんね。そうなんだよ。俺も長いから。次は。まあみんなが、なんか今、ちょっと苦労してる、ここ苦労してるとか、こういうこと苦労してるとか、まあなんかそれぞれ思う見どころとかさ。ちょっと言える範囲でいいんで、言える範囲でね。まあ本当に今回はその CD も出したっていうことで、ちょっと新しいことに確かにチャレンジしてる部分はあるじゃん。まあ、そういう部分でみんながちょっとこう苦戦してるっていうのはちょっとあると思うんだけど。うん、はい、ちょっとどうか。まあね、今回はあれだよね、チーム分けをしたっていうね。そうまあまあそうだね、ユニット分けしてね。見どころの一つでありますよね。はい、そうだね。あの今回そうだ。ショーっていうことでさ、うん、あの若干流れとか全体のあれもテイスト違うよね。うん、そうだね、その CD のタイトルがショーってやってるじゃん。そうだよね、それに合わせてなのか分からないけど、うん、まあ、そういう風にイメージしてるけど、そうそうそう、本当になんか、うん、ね、あの見せるっていうことにはすごい寄ってる。どっちかっていうとイベントっていうかライブに近いかもね。まあそうだね、そうなんか結局この毎年感謝の気持ちをこうステージで表してるっていうんじゃなくて、うんうん、今回はなんか形にして見せたくなったってことなんだよね、多分俺らの中で ね、なんかそういう部分が確かに強くなってるなということで、うん、まあ今みんなが言ってたように今回はユニットということなので、ちょっとこんな企画をお送りしたいと思います。なんじゃ、名付けてここがすごいぞユニット自慢対決。イエーイ。
はい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 、どういうことかというとですね、あの今言った通り、今実はこれユニット別にちょっと形今分かれてるんですね。気づかなかった？ほんまや。本当だ。ほんまや。ちょっとやもう言っちゃうやん。こっちの国じゃなくて、こっちこっち。そう、俺も本当だ。なるほどね。そういうことか。拾って。拾って。ちっちゃい。ちっちゃい。こういう挟んだ挟んだ。続けて。集中。集中。集中。はい。今日の。落ち着こう。落ち着こう。大丈夫だ。ルイト落ち着いて落ち着いて大丈夫。大丈夫。集中。皆さんもですね、このユーストを見ながらですね、あこいつら乱れてんなと思うときは集中というコメントをですね、そうするとですね、僕らの目の前に集中という欄がいっぱい出てくると思いますので、そのときあお客さんもこれ引き際を求めてるなというのを僕らも感じ取りたいと思いますので、皆さんもぜひね、もうみんな見れる位置にありますので、いっぱいコメントしてください。よろしくお願いします。さあ、あのねなかなかないですよ。お前ら集中しろよ。やばい。来た。ありがとうございます。集中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 。さあ、皆さん。あ、ごめんごめん。集中。集中。ここがすごいぞ。ユニット自慢対決ということで、今みんながね、あのラクラク賞に使ってたこの紙。これね。こちらにそのユニット別にちょっと相談をして。ここが俺らのユニットすげえんだぞっていうのをちょっと書いてもらうと、お前そっちじゃないっつって違うから、違うから、俺じゃねえだよ。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、集中。集中やってるよ、やってるよ、頼むよ、集中。思いついたのに、思いついたので、まあ2人で相談してほしいんだけど、まあユニットだからね。君と集中してるね。集中してるね。ずーっと集中してるな。やるな。ルイトの立ち位置間違えたかな。どうぞ。それではシンキングタイム、ドン。できた。ちょっと待って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 。一斉にやるから。その間にですね、今回皆さん今考えてるうちに、今回、このユーストリームにアミューストに参加できなかった三浦春馬と各県とのね、このチームの、コメントをね、僕もらってきましたので、こういうここがすげえんだぞっていうのをちょっともらってあります。まず三浦春馬から。心に残るラブソング。かっこいい。アルマクさん。まあちょっと前回のあの、あ今流れてますねこの曲。このドキュメンタリーでですもね、あの特別公演ではアルマの映像が出るということで、まあそういうのもねなんか見ながらこう心に残るラブソングっていうのはちょっと確かに見どころなんではないかなと思います。そしてケント、哀愁そしてロンリネス的なバラード聴いてください。書くって書いてない、書く。まあね、これも確かに捉えてますけど、哀愁ってそしてロンリネス的な、まあ、バラードということでですね、まあ、僕個人的にもこのハルマとケントのハーモニーは大好きなので、いいラブソングになってると思いますし、これが、ステージでどういう風にショーとして組み込まれてくるのかというのを皆さんぜひね楽しみにしていただきたいと思いますので、以上、こちら三浦春馬と賀来賢人の見どころでした。でっかいでっかいでっかいでバランスがつなな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 なこれレアレアレアなななななな、どうですか皆さん。さあ、終わり終わり、皆さんどうですか、書き終わりましたか。できたよ。お、ちょっと怖いのはゆうたが絵描いてるかな。お兄さん困っちゃうやつかなこれは。あー、ドキドキする。ドキ。ということで、じゃあまずユニットごとにですね、はい、見ていきたいと思います。じゃあまずはバタフライチーム、このあ、はいはい、クロールじゃん。この3人、僕らの自慢は、はい、今流れておりますこの曲バタフライ。おどんなところがすごいんですかこのユニットは。ドンドン、バランス悪っ
悪いよ、ね、悪いっす、悪いよ。いや、いいんですよ。いや、ちょっと、はい、はい、はい、いいんですって。はいはい、かわいいでしょ。はいはい、俺ちょっと、はいはい、これは総一はこれってことでいいんですか。でもあのね、あれなんですか。いや、いいんですけど、はい、これはちゃんと総ちゃんが自分で書いたからね。いいでしょ。そう、自分で書いた。俺らとか書いてたやばいじゃん。そうでしょ。ただただ俺がいじめだよ、俺が書いた。いじめだよ。自分でバランスいいね。まあ、そういうバランスの方がいいね。極端にですけどね。そうそう。いや、そういった意味では、総ちゃん自分で書いて。そんな風には見えてねえぞ。いや、俺もね、今隣だから、隣で春馬たちの紹介してるうちにちらって見たときに、あ、総一が書いてるなって見て、チラッと拓也が、そういちありがとうあ、このバランスなんだなと思って。そのバランスいいよね。すげーなと思って。そういうバランスも、ね、こいつらできた。1ポイント。いや、ありがとうございます。炭酸ポイント。1ポイントです。ありがとうございます。どうしたこのチームはバランス、バランス、バランス素晴らしいです。まあでも身長だけじゃなくても曲調、歌とかダンスとか表現力とか、ね、それはね、確かにめちゃくちゃ思う。今回歌詞書いた拓也がラップして、うん、で、まあ、その完成度ももちろん高いですし、でダンスで歌っていうの、そのなんかバランスがね、確かにすごい、何どっちかに偏るわけでもなく、いいものになってると思います。いい感じな、完成度の高い。はい、もうさ、期待しといてください。役者の領域超えたパフォーマンスしません。ね、ああ確かに、ね、いい、うん。今何でしょ。今ね、言葉の交通事故が。そうね。ひなりがね、ずっと横でね、ラップを歌ってくれてたの。うん。じゃあもう一回歌ってくんな。もう一回歌ってくんな。どこですか？ラップ。シスコーン。ごめんごめんごめん。これ何？これこれこれがちょっと。集中！はい、集中。はい、集中、集中。はい、集中。はい、集中。はい、みんな集中ね。集中だよ。はい、いいよ、いいよ。いい感じでみんな集中込めてきてるよ。はい、はい、バランスということで。期待しといてください。わかりました。じゃあ、続いてはですね、ちょっと交通事故が起きましたが、スリル。スリルチームから、ちょっと見どころをお願いします。どうぞ。ドン。何？エロ。エロ。わー。本当に？ユニットが、あれ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 、お、違う。誰？あれ、これチーム内で交通事故来てますか。すごいことになりますよ、これは。一緒に考えたら一緒に考えたら、キリと一緒に。うわー、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 寒いなー。さっき一緒に言ってくれたのに。どうなの。でも、でも確かにそういうテイストあるよね。ある、色気の。だって、そうだ、あでや、あでやかさですよね。のユニットだから、うん、もちろん色気エロアスもあります。やっぱまずあのタケルの声もね、ちょっとセクシーな感じもあるし、そう、ね、うん、でそちょっとルイとのハスキーな感じのね、うん、ちょっとあるよ、くすぐる部分もあれば、うん、出てるよ色気。で君とのこのシュッとしたねよく言えば、いや今日の稽古中にあの今日実は衣装好き投資もやったんですよ。 その最中にタクヤがキビタ の着替えてる姿を見て、ほっそ俺も人のこと言えんね、長いって言われてきましたもんね。でも最近言ってきたのが、拓也が、うん、あの最近ユータもね、うん、バランス的にはすごいパーツが長いじゃん、うん、やっと安心したって言ってた。やっとちょっと同じようなのが、そうそうそう、そういうこと、うん、もう言われなくなったなって言ってね、ね、うん、あ、今握手求める。ほら、握手して。集中。集中。お前使いどこ間違えんだよ。間違えんだよ。これがね、あのジェンガ現象って言って、みんなで積み上げたものを壊すって。最低だよ。みんなで集中盛り上げてきたのに、ね。集中の無駄遣い。すいません、すいません。集中の無駄遣い。スリルはエロってこと。あ、スリルはちょっとセクシーな部分は。血が若干エロいですよね。あ、そう、ね、果実なんか言ってた。果実ね。あ、そうね。どんな感じなんだろう。その時の振りとかもちょっとチラッと見せたりしちゃダメかな。これは…これどうなの、どうなの、ダメかな。ダメなんじゃないの。ちょっとなんかその…オッケー、オッケー、オッケー。俺、あれ超、超好きなの。あの、果実の。の果実ね。あの、最後のとこがね。最後のとこがね。うん、こう踊ってます。ねね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 ね
れなんで、あの君と映ってない。映ってる。ここ。来る来る来る。わわわ。いやありがとうございますよ、ね、ここは確かにね、これはスリルのね、うん、まあ、見どころでもあります、そうだね、これはちょっとあのステージでもありますので、ぜひ見てもらいたいなと思います、はい、さあ続いてのユニットは君のリズムチーム、若い、フレッシュですよ、フレッシュ、フレッシュですよ、さあちょっと見どころお願いします、どうぞ、じゃん、お、これはどういう見どころなんですか、これは、はい、どういう見どころですか、正直に言って、正直に言って、一旦聞こう、これはどういう見どころなんですか？僕もちょっとわかんない。誰？そもそも何これ？これ何これ？好きなの何？どういう？じゃん。何？何それ？誰？誰？女性は？どっちが書いたでしょう？ちゃんとせーよ。二人。まだまだ。空気空気。好きなのはね。空気。何？これで青春。青春。君のリズム、そういうことだったのか、そういうこと、それで描いたの、 T シャツ、ちょっと待って、 T シャツの絵を描いたってことね、はい、それはあの後でやりたいから、あ、今やりたいからこれはあの僕のリズムでやらせてもらって、すいません、はい、ね、はい、ね、はい、ね、安定してるわ、はい、青春、確かにそうだね、キラキラしてる、この曲俺めちゃくちゃ好きなんだよ、うん、ありがとうございます、朝めっちゃいい、結構好き、メンバーからのあれも高いよ、本当ですか、うん、この曲が一番いいっていうあれが、うん、一番高い、でもこの青春っていうのはいいかもしれない、うん、なんかリュウちゃんがリーダーで、うん、すごいなんかみんなに、みんなは少女漫画を読んできてとか言って、結構そういうなんか、ね、なんかそれを見てるがなんか青春だなと思った、なんかそういうのリュウちゃんっぽいね、そうやっぱこう役者をやってるから、うん、そういう部分で歌詞の意味とかもこういうことなんじゃないっていうので提示してくるっていうのは、なんか俺らにしかできない作り方としてあんのかも ね、うん、ね、やっぱなんかちょっと照れてるやん自分のところそんなことないの、10代のフレッシュって言われてた、うんうんうん、フレッシュだけじゃなんか足りなくて、お、うんうん、やっぱ青春をこうみんなでステージ上で作り出してる感じがあるかな、確かに、ぜひ、うん、そういうのもねステージ上でぜひ見てもらいたいと思います、はい、それでは、最後ヒーローチーム、ういお、これはね来た来ましたよ、ね、本当にちょっとアダル、いきなりアダルティーな感じになりましたけども全然負けてないんですここに関して、お金全然負けないんですそれさ、今作ったやつ、何、いや、そうそう、いや、作ったやつ、元から書いてた、そう、書いてた、元から書いてた、ちょっと1ページ戻してごめんなさいね、皆さんとはここに関しても全然負けないごめんなさい、ごめんなさい、やばいやばい、でもまあ、まあね、これもあるけども、はい、やっぱりこれが一番かなと、はい、完璧なトータルコーディネートっていうちょっと待って、なんで隠したの、めくった、めくったみたいな、なんで隠したの、トータルコーディネートみたいなこれがね、やっぱり僕らのチームは一番できてるんじゃないかな確かに、あるんです、あ、確かにね、なんせね、僕らのそのなんだろうな、ドラマとかそういうのもさあるんですよね、まぁ、あ、ちょっとね、そういうのも、すごい実はね、僕らこのヒーローチームで、そう、そのトータル的にね、な流れ的にね、うん、そこがやっぱりトータル、こう完璧なトータルコーディネートみたいなというのが確かにそうかもしれないね、そうでもなんかこの、でもこれ大きな見どころですよ、僕は、そうですよね、そうで、やっぱこれドキュメンタリーを見てる方には伝わってると思いますが、僕らのそのビジュアルの撮影をした時に、あの奇跡が起きたじゃん、パープルラインっていうね、あったね、だからなんか、なんか俺たち持ってるもんがね、出ちゃうんじゃないかなと思って、ハンサムで、なんかね、そういうなんかミラクルなヒーローチームになるんじゃないかなって、そうだね、持ってるよ、俺ら持ってる、持ってます、持ってます、でそれプラス、あの会場のお客さんとね、なんか一体感になれるようなことがあればいいんじゃないかなと、そうだね、うん、そういう曲調にもなってます、今この流れてる曲が本当かっこいいんですよ、なんかちょっとレクチャーとかして、わっ、さっきの果実じゃないけど、いいんですか、そのなんかないですか、タカさん的に、
これですね、あのぜひ皆さんに掛け声的なものをしてほしくて。ああ、なるほど。そうそうそう、いいね、いいね。これ音最初から掛けてもらったりできるんですか？で、じゃあそれ僕あの言うんで、それ皆さん覚えてもらったら。わかりました。じゃあやばそう。あ、すごい。もう振りでやっちゃったらいいんじゃないですか？ね、もうあのこれちょっとみんなでやれるように、ちょっと後ろで。じゃあ皆さんはちょっと後ろに行ってもらって。うわー、うるさいな。ちょっと真似してなんかこう。ね、こうかかってますよ今。これもこれが頭らしいんですよ。で、振りはやらない方がいいですか？振り、まあ。聞こえるようにしてさ。音聞こえる。で、歌うじゃん。あ、はい、声かかってます。けんちゃんです、けんちゃん。僕のストーリーの中の君はヒロイン。けんた？しよと顔を見つめていたい。けんた？翔太です、今翔太歌ってます。翔太？翔太？次誰？ゆうじろ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 2番ではまた違う人が出てくる。2番ではまた違う人が出てきます、うん、入れるところは同じです。同じようなタイミングでそう入れてもらえる。タカの時は何だったの？タカちゃん、タカちゃん、ヨシタくんとこは、え、ヨシタくんとこどうしようか。ヨシタくんのところの歌詞なんだっけ？タクヤー、タクヤーか、タクヤーだね。タクヤーの方がいいね。タクヤーだね。タクヤーだね。オッケーオッケー。これぜひね、あの見に来たお客さんにやってもらいたいなと。ぜひ、ぜひお願いします。はい、ということで、ヒーローチームの、はい、見どころは以上でございます。以上でございます、はい。ありがとうございました。はい、それでは元の位置お願いします。はい。ちょっとみんな後ろで盛り上がりすぎた。みんな、分かってた。盛り上がった。生放送だから。生放送。おー、めちゃ。ああ、だから戻ってきちゃったな。すいません、うちの拓也がもう本当に。さあさあさあ、以上がでですね、ここがすごいぞユニット自慢対決となりました。ウェーイ。まあこれだけね、これだけ見どころがあれば、うん、もうすでに皆さんワクワクが止まらないんじゃないかなと思っておりますけども。いいな、掛け声とか。いいね、掛け声とかいいな。いいですね。俺らの時も欲しいね、ちょっとね。と言いますか、皆さんね、さっきちょっとあの似顔絵を描いてくれましたけども、みんな今お揃いの T シャツを着てるんですよ。あれ？これなんかちょいちょい出てきたよね。そうなんですね。みんなのブログとかにも実はちょっと登場してきたんじゃないかなっていうこの T シャツなんですが、これなんと柳沢貴彦がデザインしたグッズの T シャツとなったり。なんだかんだ言ってお金のかけ方ここなんじゃないですか。何言ってんだ、去年の T シャツ高すぎてパーカー作れなかったダメだった。言うな言うな、すいませんすいません、言うな言うな。それ NG、 それ NG、 受注生産したとか言うな。お前 T シャツしか作れなかったっつうね。いやでもねまあでもね、でも頑張った、でも頑張った、これでも頑張ったとか言うんじゃないよ。頑張った頑張った。そう、でもなんか今回そのやっぱみんなで作るショーということで、そのグッズの部分でもね、あのメンバーが、携わるということで、はい、タカが T シャツやってくれましたけども、はい、書いたんですよ実際に。そうです、これ書いたんですよ。そんななんか VTR があるということなので、はい、そのこのグッズができるまでの、映像があるということなので見ていただきたいと思います。これも、はい、本当この回でしか見れないものですので、ぜひ目に焼き付けてほしいなと思います、はい、それでは VTR どうぞ。お、あ、ドキュメンタリー。これは見慣れた。これは声流れてるんですか。これやばそう。はい。わー、すごい。すごいね。これって自分書いてる。これ書いてる。すごい。一つ言うと、はい、これだと買いづらいね。
あ、両方。両方、うん。こっちはまずね、買いづらいと思う。こっち買いづらい。買いづらい。うん。なんかもう一つ。もう一つね。もうちょっと女の子よりの、お花。うん、でも、それがタカちゃん流のお花で、着るなら全然。うん、お花。とりあえずこれ、あの、この間の。この間のね。のはい。これちょっとあれやなと思って。かわいい、これで。ちょっとポップにしようと思って、うん、ちょっとポップにしてみる。あー、なるほどね。すげーな、どういう感じが。そう、まあまあ、これはもう、あの、もう書いてて、やりすぎたな、やりすぎたなと。じゃあ、じゃあちょっとこちらは、はい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 、これ色合いによってはすごいポップになる気もするし、黒ボディの白と赤と黄色とかだと分かりやすいかなとは思いますね。ちょっと一回こっちの方向で色をパターンなんか出してみてやりましょうか。やった、はい、やった、やった。デイ3。うわ、すげえ、うわー、すげえ、こうやってやんだ。うわ、かわいい。いやー、なんか色違う。まあ、まだ、まだ。そうか。下のあれがネオンだから、ネオンにしたくなりますね。超かっこよくない？これ。これ髪は黒生かした方が、これ良くない？あー、いろいろやりたくなっちゃいますね。いろいろやってきた結果、こういうのがね、いろいろあって、この格好だったら、ほんとそれな気がするんですよね。なんか違う。で、そうか、消えないんだ。消えない。そうか。今日はちょっとパンツがグリーンのことがあって、よりちょっと、そうですね。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。うわあ。ドキドキです。今日初めてです。カーズを見るのが。どうかな。はいはい。できました。来ました。僕が描いたの。マジ？そうそう、グッズ。すげえ、超かわいい。来てね。すごい。この、ちょっとこの前歯気になる。前歯気になる。この、この部分気になる。それ今から言われてももう直せないんですよ。すいません。すいません、ちょっと。それちょっと直せないけど。ありがとうございます。いやー、タカちゃんありがとう。いやー、ありがとう。どうもどうも。いやー、ありがとうございますよ、タカね。いや、タカがこうやってくれたおかげで最後ね、ランナーで無茶ぶりですからね、完全に。いや、ぜひあのね、これ会場でゲットしていただきたいですね。です、はい、今のところ色はこの2色ですか。色、そうですね、はい、あのね、違うわ、ごめん。グレーはレディースサイズになってて、うん、こちらです。あ、そう、これこれこれ、なんか丈が長いんですよ。ちょっと大きめに着れるってこと。ワンピースっぽい。大きめに、そう、ここ女の子をこの辺で着て、袖も短いんだよね。そうそうそう。あ、ほんまや、うわ。てか俺これ普通に欲しい。あ、本当に？こっちいいよね。まあ、友情ね、結構着れそうね。ちょっと大きめにね。あとみんな黒。黒はあります。黒もこれはあるんですか？黒は普通の T シャツ。あ、ユニセックスの状態でもうあるんだよ。グレーはこの、グレーはこのレディーサイズのみたいな。いや、いいと思う、ね、ちょっとこれでもうレギスとかだけとかね、いけちゃいますよ。メイン 100% です。押すね、そこは。でもやっぱそういうところにこだわれるのもタカの ねあれだと思いますので。記事は明後日見るな、明後日見るな。記事はなんか、そう、こういうのだよっていう。さあさあ、今 T シャツを紹介しましたけども、今みんなが手で持っております、こちらがですね、他にもグッズがまずありまして、
マフラータオル、おこれか、これ君とたちが今持ってる方ですね。スリルチームがマフラータオル、色かっこいいよね。これいいよね。ちょっとあの見づらいですかね、ラメがちょっとあるんと入ってたりとかして、そうかわいいね。ハンサムくんがいて、これをこれをこう回したり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 。ルイトならどうする、そのタオルを。ルイトはそのタオルをどうする。ぐるぐるします、ぐるぐる回す、ねじる、こうやって回す。あ、いいかもしれない、邪魔にならないですね。楽しみに、自分も涼しいみたいな。なるほど、まあね。俺はもうこれですよ。明後日を見るな。はい、次の次、君とがそういう風に言ったから、タカちゃんならどうするの。近いんで、それでやっぱこう、ほっぽっとくる。違う、いいよ。フリンジみたいな感じでね。で、他には何があんの。かわいいな、お前。ジュエリーホテルか、お前。ですね、続いては、先ほどね、紹介したのが、ありまして、ショッピングバッグ。じゃん、小関、どれだ、平野の持ってる。かわいい。あ、これも、基本今回このグレーと黒っていうのが、ある意味、シックな感じなんですね。いいですね、ちょっと使いやすい。キラキラしてるね。はい。これいいですね。いいですよね。色がやっぱいいですね。うん。いいですね。質感とかもどうですか。質感。質感。質コーンみたいに言うな。質コーンみたいな。思いついたらすぐ出ちゃうんだろうね、もう口に。これもう汗。丈夫。汗飛んでも平気ですよ。何、毎回やって。汗が飛んでも弾きます。弾く？丈夫。別にそれ汗じゃなくて雨とかでも。雨とかね。いや、ちょっとライブ中に。あ、なるほどね。楽しみますみたいなね。歌だったら何入れんの？僕だったらシスコーン。今の命が悪いからね。いや、正確にはきなりが拾ってあげれないのかな。自分に夢中なのが一番ダメだ。すぎだから。ユニットこれ今自分のことに必死だったでしょ。全然そんなことないです。本当に、はい、シスコーンってなったんだよ。最初に言ったら自分やから。シスコーンの僕知らなかった。まあこちらもですね、何？声張って声。何？張ってよ。声張ってよ。誰で言ったの？君ともう一回言ったら。あの人やべえよ。え？ひなりなら何入れんの？シスコーン。お前が悪いんだよ。じゃあ俺だね。集中！集中！今俺ちょっと画面見ながらいつコメント来るかなと思ってたんですけど、結構食い気味にね、集中は来てました。若干来てたんじゃないかなって。早い段階から集中してくれと。だんだん皆さんもこのユーストの見方が分かってきたなというところで、次のグッズを紹介したいと思います。次のグッズはですね、たっくんが持っているパンフレット。こちらはですね、あ、こっちにありますか。ちょっとこちら今、あ、はい、スリルチーム。これまだ見てない。これはですね、ちょっとあの、まあ、中身の方はまだお見せできないんですが、うわー、見たい、これは、これはびっくりする。でも正直ね、これやばい。中身は見せれないけど、あの、この分厚さね。これはもう本当にもう一つのもう何ですかね、パンフレットとして、まあキャストも多いっちゃ多いんですけども、すごいボリューミーなねものになってる。まあユニット別っていうのもありますから、もしかしたらユニットのページもあるかもしれないですし、なんかそういう部分でですね、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。続いてクリアファイル、ひらま。これか、これか、これだ、これだ、これだ、こちら、こんな感じで、おなじみの、かわいい感じになってまして、それぞれ持ってるやつ。これ、これ、これいいよ。あの、チラシになってましたね、あのやつなんですけど。裏は結構これやばいよね。みんなキャラクターになってる。キャラクターになってて、かわいい感じになってますよ。この、あの、キャラクターは、前回の、あの、ハンサムの時に、CD の時にも、こういうキャラクターを使っててね。だね。結構好評だったので、今回は。髪型変わってる人、変わってるよね。マジっすか。タカちゃんとか、ほら、こうなってる。いいよ。本当だ。これ欲しいよ。
さあ本当にですね、これはある意味こう使いやすいものになるんじゃないかと思うのですが、うんうん、まだまだ物足りねえぞと、うん、まだいけるぞと、ハンサム、ハンサム物足りねえという形はですね、ご存知の方もいるかと思います。クリアファイル鬼より、鬼より、これはね、誰から行こうか、これはね、ちょっとメンバー全員出そう、出そう、色を見せて、色を見せて、せーの、せーの、カメラさん、一人ずつ、見ててください。よーい、どう、はい、バン、はい、バン、はい、回っていきましょう。やばい、恥ずかしい、これ、通常の 1.5 倍ですね。鬼より、鬼よりですよ、肌色多いな、おい、そりゃそうだろう、鬼より、あら、あら、寄ってますね。すごい。寄ってます、寄ってます。これ一緒か、俺。違うね。いや、いろんな意味で。で、けん、いろんな意味でね。けんちゃんは売りますけど、いろんな意味で一番お金がかかってるのかもしれない。ちょい、ダメでしょ、これ。嘘ですよ。まあね、ここにいないメンバーの全員の、全員分一人一つのはありますので、これはちょっとお気に入りのメンバーとかね、そういうのを買ってこう、手に入れてもらえたらなと思います。そして最後にですね、ガチャガチャでですね、出てきます。お、ガチャガチャ、そちらですね。はいはい、ハンサムガチャガチャということで、これはですね、何が当たるかと言いますと、ちょっとこちらを見せてあげてもらっていいですか。はい、イヤホンジャックにですね、ストラップのようにつけれる、こちら、うわ、素敵、このさっき見たファイルの裏にもあったこちらのキャラクターの、こちらのキャラクターのですね、イヤホンジャックがガチャガチャで出るということでですね、これはタクヤバージョンなんですけど、イヤホンジャックに挿したりもできるし、それじゃちょっと落ちちゃって怖いって方はストラップにもして、両方できしていただけたらなと。はい、いつもそばに上原拓也がいるぞということで、これはおいくらなんですか。これはですね、1回400円ですね。はい、ガチャガチャなので、はい、安くはない。安く、そういうの言うんじゃないよ。タカちゃん、他の話もいいよ。なんかうるさいの。ガチャガチャに400円をどう入れるんだ。はい、ちょっと皆さん、今紹介したグッズをちょっと前に出してもらっていいですか。あ、最後の CD もある。CD もある。 CD もあります。もちろん CD もあります。もちろん CD あります。はい、あ、会場でも買えるんですか。 CD 会場でも買える。お、超える。なるほど。何、予習復習じゃなくて、これ何だ、何になるんだろう。え、そこで買ったら、そこで買ったら何、どういう気持ちだ。買えなかった人な。じゃあ追試用、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 追試みたいな。いや、わからないですけども。さあ、みんなが今出しているこのグッズなんですが、ショッピングバッグの方、平野きなりたちが持っているのが、500円になります。こちら1つ500円になりまして、クリアファイル総一が持っているのもこちら2つ、どちらも1つずつ500円となっております。こちらサイズは A4 サイズになっておりますので、はい、500円、使いやすいですね。そして鬼よりクリアファイル、こちらも A4 サイズで、鬼よりのファイルもこちら500円になっております。そしてですね、最初の方に、紹介したタオル、今映ってますこのタオルが、1500円ですね。はい、で T シャツの方が、サイズが何種類か、 S と M と L サイズもありまして、うん、女性用のグレーもありまして、うん、1つ、3000円の方になっておりますので、ぜひですね、もっと詳しいことを知りたいという方には、パンフレット、詳しくはホームページの方を見ていただければですね、詳しいことは分かりますので、ぜひ、ホームページの方もチェックしていただけたらなと思います。はい、以上グッズ紹介でした。こちらがありがとうございます。ぜひお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、そしてですね、総一と、はい、今タカがですね、会場、パシフィコ横浜会場のですね、ロビーの装飾のデザインをするという。おい、どこまでハンサム、すげえな、食い込んでくんな、食い込んだと、もうすごいクリエイティブにしてるなということで、今回総一と、タカですね、タカはもう T シャツのデザインもしてますが、実は総一もね、そういうクリエイティブなことをやってくれていました。やらせていただきました。本当にね、どういう、なんか、まあ言える範囲でいいので、
どういう感じ？イメージで、うん、会場入る前のロビーですよね、うん、ロビーをちょっと僕らがいろいろやって、で、はい、そうちゃんのパネルの方には、うん、僕ら の、 あの手書きのメッセージが書く、前回もあった超でかいんですよ、はい、横が7メーターとか、うん、へー超でかくて、そういうパネルがあったりとか、うん、で僕はあのモニターの後ろのパネルとかなんかそういうのやったりしてます。うん、ぜひあのそちらもチェックしてみてください。なんとそちらは、はい、来た人があの写真も撮れるように、あそう、あの全然撮れるので、その大きいものなのでぜひなんかこう自分も入りながらとかやってくれたらね。多分間違いなく僕らは行ったら一人一枚写真は撮ると思う。撮るよね。絶対撮っちゃうと思うので、ね、なんか同じね。そういうのをなんかブログ見て同じシチュエーションとかで、うん、なんか撮っていただけたらいいんじゃないかなと思います、はいはい、と話してる間に、うん、なんと、リュウくん、ケント、ケント、ケントじゃん、どうした、リュウくん、ケント、ケント来た、タケルだ、リュウ、ハルマ、ハルマ、ハルマ来た、ハルマ、あれハルマも来たからの、はい、プレスあれ、あれ、3人だけ、その他、その他3人、なんか一番後ろになんかお化けみたいな人が大丈夫ですか、前だったよ、あとはもう劇団プレステージでーす、おめでとうございます、シュウくんね、アンド、アンド、アンド、シュウくん、絶賛今ですね、あのリハーサル終わりで駆けつけてくれました渡辺修くんとプレステージメンバーです。いやいや遅くまでありがとうございます、ね、遅くありがとうございます、ね、どうですか、ちょっとあのまず先に修、修今回あの修修って呼ばれてるの、修修、あそうですか、いや俺あんま呼ばれてない、ね、あのープレステージ代表してここに一緒にいるのも、うん、ごめんね、いやいやいや光栄です、そんなこと言うなよ、ぬぅ、ね、まあ、どうも神木です、ごまかさないでください、ごまかさない、年いってるやかましい、多分リュウと倍ぐらい35歳だからそうだ、あとすっごいさもう気になったのユージロの分け合わせがすごいグレーグレーねグレーのねグレーの力ってますからね、ちょっとシュウ今回急遽決まったわけですけど、ちょっと意気込みというか、まあ今のもう今日である意味終わりじゃないですか、最後の稽古して、はい、意気込みをちょっと聞かせてもらってよろしいですか。いや突然決まって僕もすごくびっくりしてるんですけど、皆さんの力を借りて、一緒に、はい、頑張ります。一緒に頑張ります。ありがとうございます。伝わった、それ伝わったね今ね。ありがとう。ナウメン、ナウメンではこんな感じ。お世話になっております。いやいや全然全然全然。なんかそのプリもあのハンサムで、もう無事任せてもらえたらなと思います。頑張ります。さあ続いては、プレステージメンバー。おめえもプレステージじゃん。煙たがんなよお前なんかプレステージ。全然出た瞬間もう一線を引かれるさ。全然そんなことないですよ。このカバン誰ヒデあたりに何入れるか聞いた方がいいんじゃない。ああじゃあヒデさんさっきあのグッズの紹介でバッグに何を入れるのかってちょっと話題になったんですけど、ヒデさんならちょっと何を入れますか。僕あのバイト先に行く時のバイト着とか入れます。バイトしてんの？バイトしてんの？バイトとかバイト着とかやりますね。バイト着とか。夢あ夢とか希望とか。ここのおいちょっと待って。それ俺が舞台で使ったネタだろ。やめてくれ。思い出とか思い出とか入れます。生活感出てんな。実家これで帰ります。実家これで帰ります。手がある手がある。なるほど。ちょっとまあでも実際本当にあの特別公演で出ると、うん、本当なの？え？本当なの？いやここで今タッタタみたいな感じになってる。こんなに出るの？出るの？出てて、にはならないと思いますけど。それにすごい驚いてる。まあちょっと今回リハーサルを参加して、まあ、見てもらった結果と、うん、こうどう思いましたか？いやハンサムのみんなの体力すごいよね。まずそこに一番最初びっくりした、うん、あ、俺だけ俺が年だからいやいや、ほんとすごいと思った、うん、つぶやいたもん、俺はツイッターでハンサム素晴らしいとよくもまあ、あんな歌って踊るわな、ね、お前が言うと説得力は、うん、SHL じゃないと SBL だからどういうことですか、ね、
スーパーブサイクライブ。やめてください。やめてください。このデザインはやってないですね。そのデザインは作ってないです。そのデザイン作ってない。作ってない。じゃあ来年よろしくお願いします。やめてください。あのブサイクの鬼寄りとか結構きついんで。これ何だ。これ欲しかった。これ欲しかった。いやいやいや。ありがとう。逆に今度作ってみよう。そう。で、誰が一番売れないかっていうのを勝負したらいい。いや持つ方も楽だと思うよ。何が。俺らの顔の方が。出したときにさ、値段になるじゃん。何そのブサイク、何そのバーガー。誰だ、粗雑に扱えるじゃん。これはもうさ、確かにね、さ、こうやってさ、たけるくんごめんねって言いながらこう入れたりする。何も入れないんじゃん。じゃあもうその保存用と使う用にすればいいじゃん。使う用はプレステーション使っていただいて、保存用はイケメンする。使いたい方も好きなの2個買えばいいじゃないですか。すっごいいい唇してるね。どうでもいい、どうでもいいよ、どうでもいいんだよ、そういうのは。お前らいい加減意気込み語れよ。いやでもね、僕らブサイクな分ね、テンションで、テンションでカバーして、なんかこれ何このアウェーの感じ。アウェーアウェーでしょ。いいよ、そのまま言っていいよ、言っていいよ。負けないよね。負けない、負けない、負けない、ガッて寄るからね。顔でかすぎて入んないと思うけど。顔でかい。ほら、やったやった、入れた、入れ、頑張れ、ジェラップ出てる。イケメンじゃない分、テンションでカバーします。顔でごまかす。じゃあもう一回行かせていただきます。すいません、放送中だよ。まあ実際あのプレステージメンバーがやることはあのドキュメントでも言いましたけど、幅ぐったい。これをやれるっていうのはちょっとでかいですね。でかいですね。これいい曲。本当にいい曲。本当にいい曲。ノリノリですよこれ。すげえ。ハンサムから言ってもらえたらちょっとね。そうですね。でも実際これあのハンサムで練習してる時にやっぱなんかお互いなんか刺激になってるなって感じる時があったよね。ありました。あのと。あの本当に完全に通し稽古をするときに2階で見てくれてたときとか、うん、なんかちょっと意識した部分もちょっとありましたもん。あ、まあ 僕なんかは特にプレステージメンバーでもありながらもあるから、うん、なんかすごいなんかそれがみんなにも伝わってるしっていうのがなんか相乗効果でいいなと思いました。いや、なんかちょっとすごい。すいません、ありがとうございます。雨って仲いいな。若干シューもちょっとプレステージの違う、あの30過ぎると端っこが楽みたいな。この辺からちょうどね、チャチャ入れるんだけど、なんかそれも僕は分かる気がします。分かる気しますけど、まあでも実はハバーグッタイムだけじゃなく、ハバーグッタイムだけじゃなくて他の部分でも出るっていうのはドキュメンタで、ドキュメントリーで、ドキュメンタリー、そういうとこプレスいいね。そういうとこプレス。他の部分も出るっていうのはパシッコから出るっていうこと。出し物として出るんで。ネガティブ集団か。だって意味わかんないよ。だっていつもやってる劇場100人だよ。4000人でしょ。40回分だよ。だって喉もないよ。1回で40回公演分だよ。考えてみろ。すごいことだからね。テリー伊藤さん、ふざけんじゃないよ。言うから出してくんなよ。今日面白い衣装着てくるから。ね、いや本当にね。まあそのメンこのメンバーで、やる、こちらが特別公演ということなんですけども、追加の席もまだまだありますので、ぜひですね。いやこれもう特別公演というか本当もうスペシャルな、今下にテロップ出てるねってことで下に出てるんですけども。まだ若干あるんですかね。はい、28日13時の特別追加公演のチケットは絶賛発売中です。まだ、はい、全然あの見れますので、ぜひあの本当ね、今回ハルマはね出れないんですけども、映像の方でハルマは出て、実はこの映像もその日でしか見れない映像で、ホワイトセレナーデがあったり、いや本当これはね見てほしいって思いはすごいあるので、本当にさ、ぜひぜひ。よっよっ、いいよ、あげ、いいよ、コリンズ。やめてください。シャツの上から普通のボタンのシャツ着てる。稽古よ、早い。はい、ぜひね、ぜひ見に来ておきたいと思います。何日でしたっけ。あと
3日です。3日でガリガリになる。頑張って休ます。頑張って休ます。でも出るまでは5日ぐらいありますから。そうだね、全然ね、いけるかもしれない。ハンサムになれるかもしれないですけども。さあ、また28日19時のライブビューイングの公演はですね、劇場によってはまだお買い求めいただけるということなので、そちらですね、公式ホームページ、ハンサムライブのホームページを見ていただけると、映画館も分かって、そこのチケット状況も分かるようになりますので、その公演 見に行けないんだけどライブビューイングが行けるという方はぜひですね、これ見終わった後にでもホームページ見ていただけたらなと思います。ライブビューイングも楽しいよね。ライブビューイング、ライブビューイング、ライブビューイング。ちょっと待って、なんでいきなりこのレター入ってたの。だろ、いい。だとしたらケンタなんでそこいるんだって。いや、ここドクト開いちゃうかな。あ、そうだね、はい、そうだ。正解、素晴らしい。あ、疲れた。ですね。いや、本当にね、この短い時間、1時間という時間でしたけども。もう1時間喋ってない。何がですか？そんな経ったの？もう1時間も経った。もう1時間経っちゃったんで。いいじゃん、じゃあなんかプレステージでこの続きまたなんかやってみて。ということで、まあ一言ずつ、本当もうすぐですから。もう本当あさってには僕らもうパシフィコ、しあさってにはもう本番っていうことですから、本当。ちょっと今、あそこにフルーツケッチのしゅんさんがいるから、ちょっと踊んないといけない気がしてきちゃったもん。いや、ちょっとそんなの踊ってもらってもいいですか。しゅんさん、しゅんさん、ドキュメンタリー出てんだから大丈夫。そう、大丈夫、大丈夫。しゅんさん、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 真ん中、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 真ん中。ですこちら登場していただきました、今回ハンサムライブの振り付け演出もしてくれていますしゅんさんです。ドキュメントの方でですね、登場していただきましたけども、偶然ですね、今本当にこれね、本当に今リハーサル終わったばっかりなので、ちょっと今このユースを見に来てくれたということでですね、まあ本当はちょっとみんなで一言ずつかなと思ったんですけども、ちょっとここはちょっとしゅんさんに一言もらってよろしいですか。よろしくお願いします。逃げない、逃げないで、よろしくお願いします。本当にそれダメなんですよ。こういうの慣れてないから。いや本当になんか感情どこ行って止まってるじゃないですか。何をすればいいんですか。まあそうですね、まあステージの良さを。え？全体のだよ、全体のハンサムライブだろ今。そうだよ、空気読めよ、何だこの空気。シュンさん、シュンさん、シュンさん喋るよ。いや今回ね、振り付けもしてくださっていて、実はもう本当シュンさんいなければこの僕らの CD を出してもその振り付けとかはもうシュンさんにお願いするしかなかったっていうのもありますし、実は去年もしゅんさん振り付けでやっておりますので、やばいやばい、しゅんさんだよ、やばいよ、なんで作品とかね、超緊張でもしゅんさんちゃんと来てくれて、来てくれてる、嬉しい、ありがたいです、ね、ありがたいです、本当一丸となってね、メンバーでやっておりますけども、ちょっとしゅんさんどうでしょう、まあ、ある意味仕上がりを、仕上がりを、今回そうですね、めっちゃハンサム、これは嬉しいですね、本当に。ゆうた楽しそうやな、ゆうた。楽しいですね。楽しいね。まあということで、しゅんさんも来てくれたということで、ちょっとハンサムメンバーからちょっと一言ずつ意気込みを、言ってもらいたいなと思います。はい、じゃあ最初はじゃあ翔太から。お。何でしょうか、皆さんはこの1年でたくさんストレスが溜まったと思いますけど、いろんなことで仕事とかで、まあ、それは全て発散して、もう俺たちにもうガンガンぶつけてきていただいて、もういい年の締めくくりをしましょう。ということで、楽しみましょう。ありがとう。なんで鬼折り持ってるの、タケルの鬼折り持ってるの。怖い怖い、俺さっき話しちゃったね。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、続きは、じゃあ飯塚健太。あ、はい。もう待ちに待ったハンサムライブがいよいよ始まります。本当当日はもう思いっきり声出して
思いっきり僕らと一緒に盛り上がりましょう。よっ、おっ、いのっち、いのっち、バイバイ。顔赤い、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 顔赤い。さあ、じゃあ続いては柳沢貴彦。はい、ハンサムライブね、26からありますけども、まだ3日ぐらいありますよね。そう、あります。なんで、向こう行ってもやることあるんで、そこでさらに詰めてクオリティ上げて、本当は熱いものを皆さんにお届けしたいと思います。皆さん本当楽しみにしてください。バイバイ。高っち、刈り上げ。はい、ありがとうございます。刈り上げ、刈り上げ。続いて青柳ルイト。はい、26、27、28、今年一番幸せな時間にしたいなと思います。おー、いいね。皆さんもね、おー、そんな感じです。ありがとうございます。頑張ります。さあ、じゃあ、とたに君と、今回で8回目ですか、ハンサムライブ。すごい、8年目、8年目ということで、まあ、年々すごいクオリティも上がって、今回はこうまたね、一つワンステージ上がったようなライブになってると思うので、ぜひ楽しみにしていてくれれば嬉しいなと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、さあ続いて、じゃあ平間さん。はい、俺ここでハードル上げます。おお、ですね、毎年はこう感謝の気持ちを伝えるだけのライブだったんですが、今回はその上を目指そうということで、役者がやるライブ、役者だからできるダンス、役者だから歌える歌、そういうことをやっていきたいなと思っております。多分これから劇場に行ってからもクオリティを上げていかなきゃいけないんですが、皆さん気合入ってるので楽しみにしておいてください。上がったね。よし、じゃあその、ハードルを下げてください、水田コキ。下げてどういうことですか。心配になっちゃったね。心配になっちゃったね。いやでも本当にみんなね、あんまりリハとかそのできなかったけど、みんながみんなすごい同じ気持ちで一つのものを作り上げようってこう頑張ってきたので、皆さんはもう楽しむ準備だけして劇場に来てくれれば嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは上原拓也。はい、もう本当にみんなで、いっぱい練習してきたので、会場ではみんなで爆発したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは小関。はい、今回初めて、参加させてもらうんですけど、やっぱこうもう見に来ないともったいないくらいに楽しいし、作品っていうような素晴らしさになってると思うので、僕たちも頑張るので楽しみにしててください。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ平野きなり。はい、やっぱり年末はみんなと笑顔で一緒に素敵な時間にしたいなと思っておるので。おるのでお前だぜ、ごめん、思っておるので。それはもうみんなすごい楽しく、本当に笑顔でみんなと一緒に年末を迎えられたらいいなと思っております。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そういうわけでですね、短い間でしたが1時間、ドキュメンタリーの最終回ということで、生放送していきましたけども、そうですね、今みんなが言ったように本当今回のハンサムライブは多分皆さんが今想像しているよりも一歩先を行くんじゃないかなという作りになっております。これは自信があります。で、これからもですね、ハンサムライブは常に新しいことに挑戦してですね、皆さんの先を行こう先を行こうと考えております。その度にですね、もっと手を伸ばして皆さんより離れるんではなく、皆さんと一緒に僕らが先陣を切っていこうかなという、なんかそういうライブになるんじゃないかなと思っておりますので、皆さん本当会場でお待ちしておりますので、ライブビューイングもまだありますし、特別公演もまだお買い求めいただけるということで、ぜひチェックしていただきたいなと思います。今日は本当に皆さん1時間でしたが、楽しい時間を過ごせたでしょうか。また会場でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございます。以上、最終回でした。皆さん楽しみに、お楽しみに、劇場で待ってます。バイバーイ。